どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ、今回はドラマの主題歌です。あなたの番ですというドラマの主題歌、会いたいよ。歌っている方は手塚翔太さんイコール田中圭さんということでございまして、はい、この曲を心込めてウクレレでやっちゃいましょう。いつものように2バージョンでございます。最初のバージョンは初心者様にもなるべく簡単にできるようにした初心者さん向け超簡単バージョン。後半はいろんなリズムのこの起伏、この上がったり下がったり、このドラマ性を持たせたかっこいいバージョン、2バージョンやります。最後までご覧になってください。さあ、ウクレレ始めませんか。ウクレレは超簡単なんです。そしてすぐ弾いて歌える、弾き語りができる、ものすごく素晴らしい楽器なんです。しかもちっちゃいしお手軽、これはもうやるしかないです。他の楽器やられてる方もぜひこのね、お手軽さを体験してほしいんですけれども、簡単は簡単なんですけどね。まあ弦も4本だし。やってみたらわかるんですけど、ものすごく奥も深いんで、ずっと続けられるパートナーになってくれると思います。ぜひ始めてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどんウクレレで音楽が楽しくできるようになっちゃいます。もうちょっとしたらこの辺にリンクを貼るんですけど、このリンクの先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、動画をね、見ながら1から、数字の1から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、私できたって、すぐなりますか。始めたその日にバンバン歌えるようになりますか。ぜひ始めてみてください。しかもこれ YouTube ですからね。いつでもどこでもスマホでもね、見れるし、テレビにつなげているご家庭はテレビでも見られる。そして無料ですから、無料。はい、行きましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲が700曲以上。ウクレレで簡単にできるようにした簡単レッスン動画としてすでにアップロードされております。最新 J-POP、定番の J-POP、懐かしの歌謡曲、昭和歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、もうありとあらゆる曲ですから。はい。さっきのリンクのところに行くと曲検索とか歌手名検索とか、ジャンルボックスから選べたりするんで、ぜひ自分の好きな曲選んでどんどんやっちゃいましょう。さあ、それでは早速行きましょう。会いたいよ。まずは初心者さん向け簡単バージョンの方からやってみます。わー。Down, down, 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 down.会いたい。
イエーイ。せーの、ならん、会いたいよ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のはもちろんショートカットバージョンでございまして、フルでやりたい方2番の歌詞とかこう書き足していくと、コード進行が一緒ですからできるようになります。そしてテロップと一緒にね、動画と一緒にできるようになった方、自分でノートに書いて自分だけの演奏でやってみましょう。その時の参考になるように私のノートを見ていただきたいと思うんですけど、この下に囲ってるコードは後半やるかっこいいバージョンです。結構コード進行変わってますからね。今日はね、コード結構ね、不思議なコードが多くて、コードの数でいくとかっこいいバージョンまで入れたら相当多くなっちゃうんですけど、この世界観がね、まだ素晴らしいということで。で、ここが A メロですね。ここら辺もちょっと全然コード進行がかなり変わってますんで、ご注目ください。まあ、ひとまず、一時停止で、テロップとね、見合わせてもらうのが一番いいと思うんですけど、一応こんな感じで書いてますっていう全体の俯瞰でね、見ていただければと思います。この辺がね、かっこいいですよね。後でやります。かっこいいバージョンで解説しますけれど。はい。じゃあ、一時停止。はい。で、この辺がサビになります。ここら辺もコードがね、ちょっとコード進行が変わっていきます。はい、いいですね。はい、でここ間奏で、ここダダダダ決めがあるんですけど、ここもまあしっかり解説します。今 C だけやって、でここがブリッジパートです。君以外をもう愛せない、はい、でこれやって、ここもなんか書いてあるね、ここも決めがありますよ。でここやったらまたサビに戻って終わったというのがガズレレ流バージョンでございます。はい、じゃあ出てくるコード解説なんですけど、見てください。この囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで使うコード。今やったのはこっち側。これでも結構コードあるよ。でも一個ずつ見たらね、結構簡単コードばっかなんですよ。ちょっといきますよ。じゃあ解説。C、A マイナー、F、D マイナー、A、D7、G7、E7、E マイナー、7、A7 です。すごくたくさんあるように思うんですけど、これはね、見て、一本指のコードばっかりなんですよね、ほぼね。で、まあこれ、いつも、よく見ると、いつも見るやつばっかりです。はい、これです。ガズレレ必須コードです。必須って書いてある。これはですね、さあ、まあ、覚えた方がいいですよというコードなんですけど、コードというのは本来、星の数ほどあるんですけど、全部覚えようと思ってもそもそも無理だし、そもそもその必要もあまりないということで。じゃあどうしましょう。ウクレレで音楽を始めようと思っている皆さんは、ウクレレにとってものすごく仲良しの、仲がいい、便利なコードというグループがあります。それをこのガズレレ必須コードと言っています。これ、ウクレレにとってですからね。はい。その10個ぐらいのコードがあるんですけど、今日それ、今のシンプル簡単バージョンは全部入ってますから、そのコードを頭の中にスッと入る、覚えられるようにした、わかりやすい動画をガズさんが撮ってるんですよ。ここにリンク貼っておきます。ここでそのコード10個覚えてください。ね、10個もあるのかと思うけど、その覚え方次第なんですよ。その考え方で簡単に覚えられますから。はい。ぜひこのコードをマスターしておいてください。では、こっから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはさっきも言ったんですけど、コードがさらに加わっていきます。どんどん行きましょう。まずはこれ、A シャープです。これちょっとね、最初の初心者の方引っかかるコードです。やってみましょう。A シャープは、ここと、ここですね。ここ二つこういう感じで押さえて、ビチャッと引っつける感じでね、ここ人差し指。で、こうですね。はい。で、慣れてる方は人差し指、制覇とかバレーとかして、こうでもいいです。はい。これ A シャープということで出てきます。簡単バージョンでは A シャープを D マイナーに置き換えてますけど、やっぱり A シャープの方が響きはいいですね。はい、次のコード。G7 サス4という。これ G7 サス4っていうのは G7 と行ったり来たりして使うんで、これよく出てくるやつですけど、一応確認ね。押さえる場所。G7 まず行こうか。G7 ってこうですよね。こことここ、これが初心者コードの G7。G7 にこの小指見てて、これ足したら G7 サス4です。サス4で普通の G7。G7 サス4から G7。こんな感じで使っていきます。はい。はい、どんどん行きます。はい、次のコードは、これね、ここを見てもらいたいんですけど、A メロね、ここ。ここのところですね。僕には何ももう見えない。ここのところで、ちょっとこう流れでやりたいんですけど、A マイナー、C、A、U、G、A マイナー7、D7 というコードなんです。これね、ちょっとやってみます。A マイナーってここでしょ？はい。C、A、U、G ってここなんです。はい。で、A マイナー7っていうコードがあって、これ何にも押さえないっていう嬉しいコードがあるんですよね。その次に、D7 ということですね。ちょっとこれ流れでやると、A マイナー、C オーギュメント、C AUG ですね。A マイナー7何も話さない、D7 やると、一個ずつなんか降りていくような、そんなイメージの、ここ、僕には何ももう見えないよ。こんな感じになります。今やったのは、はい、これです。A マイナー7は何も抑えない。C AUG、C オーギュメントは4弦の1フレットということ。
あともう一個最後に、一箇所だけ出てくるんですけど、E7 サスポーというコードがあります。これサスポーってさっきの G7 と同じで、こっちにある E7 と E7 サスポー交互に使うっていうふうに覚えておくといいです。じゃあ、E7 の確認。E7 というコードは、ここと、こことここですよね。これが E7 というコードで、人差し指一目。これがこっちに来たら E7 サスポー。こっちに来たら E7 です。E7 サスポーから E7。はい。この流れ、かっこいいですね。これ、一箇所出てくるんで、コード気にしといてください。それではここからリズムの解説に入っていくんですけど、リズムはですね、前半はこれ、ガズペジオです。こんな感じでいきましょう。みがいない世界はタントンタントン。この弾き方、これはいいんで、ピアノっぽい感じのイメージのアルペジオということで、ガズレレではガズペジオと言ってます。で、サビでは、あいたいよかつたすたすた、バカつたたんだった、バカつたすたすた。16ビートのチャ。これね、スケール感でっかいやつですからね、これバラードですから。やっぱり、早くてファンキーな16ビートのチャじゃなくて、こう、ゆったりどっしりしたタイプの方の16ビートのチャ。はい、この2つの弾き方でやってみると思います。この2つの弾き方の解説はここ。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からガズペジオと16ビートのチャでマスターしてください。ガズペジオはちょっと練習したらすぐできると思うんですけど、16ビートのチャは基本の8ビートができて、8ビートのチャができて16ビートができたという階段を登っていかないとできない、ちょっと難しい、それでもどうしてもやりたいリズムですんで、いきなり16ビートのチャの動画を見てもきっとわからないんで、8ビートからマスターしていってください。楽しくリズムマスターしましょう。で、さっきも言ったんですけど、コードのね、感じが結構変わってるんですよ。で、ここ G7 サスポート G7 とか、ここ見てください。ここはもうワンブロックにコードが4つ入ってるとか、もうここ、こういうコードの回しの応酬です。で、特に難しいコードはないんですけど、ワンブロックに 4つ入ったりするってことですね。ここも E7 サスポートから E7 だったりとか。そういうコードのね、この、さっきのこうだんだん降りていくやつもここにあります。Am から CAG からどういっていくやつね、ここ2つ入ってきてとかいうふうに、そこら辺を見逃さないようにしてください。で、ここからサビなんですけど、あいたいよーのところなんですけど、CCCG7 じゃないですか。ここね、じゃんじゃかじゃんじゃジャスカジャカ G7、Am、Am、Am、G7。ここら辺の最後1個コード変わるとか、16ビートの中で、変わっていきますから、ここも4つになったりとか、この辺ちょっとね、雰囲気をご注目くださいということなんです。で、ここですね。ここ、決めって書いてあるんです。ここ CCCCG7。ここちょっと詰まって。ここだけやってみましょうか。感想ですね。サビの一番最後の。もう一度だけ会いたい、ダン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 ダタンって、B メロ、ブリッジに入っていきます。君がいいもも、って入ってきます。もう一回。会いたいよ、どん先踏んでみても、会いたい、ダン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 ダタタン、君がいいよとなっていきます。ダン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 ダタンダタン、結構ここ忙しいし、 G7 の決めが入ります。その後のそのブリッジパート、決めの後入ったところ、ここ永遠に君を、この後見て G7 を押さえてるんだけど、ここ1弦3-2-2-3-5って書いてあります。 G7 を押さえたまま1弦だけ3-2-2-3-5というフレーズやります。ここやってみましょうか。永遠に君を、ここです。タンタンタタンタン。3-2-3-5。G7 押さえたまま1弦。3-2-3-5。会いたいよと入っていく。OK。5がちょっと遠いよね、これ小指。はい。ここの、ここ5位行きづらい人はこの薬指を離すとか、いろいろこの角度変えるとか、はい、なんとかこう入れるとちょっとかっこいいです、はい、そういったような全体像なんですけど、いろいろこう小技がたくさん入ってるんですけど、まあね、やっぱりこの曲のねムードを盛り上げるものすごくいいスパイスですんで、はい、歌詞のねこのラブソング、この気持ちを伝えるいろんなこう要素をキュッとまとめて歌に心を込めてやってみようと思います。じゃあ行きましょう。会いたいよガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。君がいない世界は
う微笑む君に会いたいよ会いたいよ涙が溢れて止まらない会いたいよ太陽ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。はい、いいですね。1曲のねこの短い中でも弾いたところがあって押すところがあってこう駆け引きがあってみたいなそういうロマンティックなところもこう表現できたりとかして、でやっぱり全体像としてはゆったり落ち着いた雰囲気です。どっしりしたようなねあのせこせここちゃこちゃなんかこうなんかねちょこちょこしたようなイメージはやっぱイメージでね持ってない方がいいですからね。やっぱり落ち着いた気持ちでこう心のねこう気分をこう高めて歌って表現していきましょう。ありがとうございます。ウクレレ本当楽しいですね。皆さんどんどん楽しくやりましょう。チャンネル登録の方もぜひお願いいたします。さあガズさんですけどこのちっちゃいウクレレ持って日本全国飛び回ってイベントやってます。あと本もいろいろ出してる。もうモリモリな情報インフォメーションこの後動画でちょっとご紹介する動画をひっつけておきますんでぜひご覧になってください。今日は見ていただいてどうもありがとうございました。またお会いしましょう。ではご案内動画どうぞ。はい、皆さんガズレレホームページをまず最初にご覧になってください。はい、ガズレレ .com ですよ。ここを見たら大体のことわかります。リンクもここに貼っておきます。さあ、次のガズレレイベントですけど。はい、こちらです。まず、東北行きますよ。9月の22、宮城県イオンホール名取。その翌週、9月29、山形イオンモール天童です。はい、これはね、東北攻めます、今年の夏は。夏じゃ9月だからもう真夏じゃないかもしれないですけど、東北でウクレレっていうのはねこれ面白いな。皆さんぜひ来てください。両方とも島村楽器さんの主催のイベントになります。イオンですよ。はい、でウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートじゃないよ。みんなと一緒に歌ってみんな全員が出演者のイベントみたいな感じですからね。これがねそのイベントに来ると私のねあの話を聞きながらやるとねもう本当にね楽しくなります。本当これはね来た方がいいですよ。もうこの先のね音楽人生が変わるっていうぐらい言っちゃいました。はい、でも、まあ、とにかくもう私に会いに来てください。お一人様でも大歓迎、仲間内でも大歓迎、もちろん私がいるからどなたでも大歓迎でございます。よろしくお願いします。あと本いろいろ出します。これはですね今年の夏はこれがヒットしてます。100曲入りのリッドミュージック社さんから出てるガズのソングブック100曲ですから、ぜひ皆さんこういうの本もねいっぱい見てくださいね。あとはこのウクレレなんですけどクラウドファンディング大成功に終わりましてなんとか皆さんの手に届けようと思って今動いてますね。もう少々、お時間を お待ちくださいませ。こんなねこの水引きなんかもねあのホームページ上で販売してますんでねぜひ皆さんホームページいろいろ探ってください。楽しく音楽やる毎日素敵ですね。どんどん楽しみましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。